エンドスタメンだね。楽しみですね。エンドとマカリスター相性いいと思いますね。エンド、賢い選手だったら基本相性いいですよ。さあ、エンド、近場開けない、近場開けない、いい守備してます。いいね、エンド。藤エンドが開けたところのポイントにマカリスターが来て、で、今度マカリスターが開けたところにはエンドが上がっていくっていう、いいですね。エンド、前半良かったね。さっき言ってたけど、あのブレントフォードの,あのプレスに対して、 後ろ立ってる時と自分を降りてきてそこにマカリスターが降りてきてみたいな感じとかあのブラッドリー入ってきてる時とかあとは、えー、とルイス・ディアスが入ってきてる時とかポイント降りるときと降りてない時の,そのバランスだったりとかそこでの判断も良かったしあと何より守備のところでね相手の追い込み方がすごくうまいですねむしろ遠藤がずれ,れてるけどマカリスターとかアカーティスがずれ,れてないって時あったぐらいなんで、まあ、遠藤が守備の中心選手になるのはほ、まあ、本当必然かなって思います いや、エンドいいとこ立つな。これでラインが空くからね、エンド。エンドが立つとこよかったから、マカリスターが受けれるスペースでいいからね。やっぱこの二人の関係性いいっすよね。賢い同士。これ、マカリスターが出てって抑えるのかどうするのかだね。ここ,こ、じゃあガクポ出てくから、サラーが絞るのか、マカリスターが出てくのかで、こうふわふわして、アフラヘンベルよくいったね。そう、これでいいよね。そうすると相手蹴るしかなくて、そう、今の守備したからエンドがディフェンスライン前で掃除できるんですよ。 日本代表だとあれ、フライエンベルフのところ絞んないから、遠藤出てくしかなくなるの。で、このいい守備したからこういう風になんだよ。今の大臣、フライエンベルフの判断よかっよ今のでも逆サイド捨てたじゃん。もう、この状況で、こっち側を捨てて、みんなでこう行けたから、結果遠藤がここ出てかなくてよくなったっていう。 ここに居続けられたっていう。ここ絞んないと、こう出てて、こうな、こういう風にしなきゃいけないから、ここ出てあの、ここで回収できないんですよ。この、ディフェンスライン前を出ていかなくて良くすることによって、弾き返せるし、自分超えたところもここで回収できるから。これが本当に良い,い守備からの良い,い攻撃なんだよね。おーいいね。素晴らしいエンド。いやもうちゃんとリバプールのアンカーだね。普通に、世界レベルのアンカーだな。 下にボールを置いて加速できちゃってる人に対して突っ込む以外、エンドの悪いところってあとは、まあ、ボールボコボコちょっと浮いちゃうときとかあるけど、軸足残したままパスで、でも他のアンカーと比べても弱点少ないですよね、で守備のバランス取りながら自分で仮に逃げるから私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。 場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。